リンゴルフアレンジマッチプレー対決です。イエーイ。森選手と畠山選手の選手だって、対決です。3ホール終わりまして、まあ、ユーピーが1ポイント。はい、来たー。おー、ナイスです。ガッツ。森ちゃんが3ポイントです。はい、おー、スパージです。またじゃあ次の、はい、はい、頑張ろう。はい、こうですね、お願いします。よき。仲良しか。ごめんな。ああ、同じとこ見えるね。見える見える。仲良しじゃないですか。そう。私ね、お世話係なの。この差が結構でかいんですよ。だと思います。これちょうど一晩ってぐらいの差ですか。で、ここですでに一番手二番手違うってことは、うん、番手的に言うとセカンドで持つ番手ってそこからさらに違うことになる、うんうんうん、実質3から4番手ぐらい、うんうん、でも試合の時こんな感じでした。このぐらい変わった。あ、森ちゃんとね。そう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 、確かにそうだね。そう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 、もうこの感じだよね。あ、もう飛ぶな今の若い子はって思いながら待ってた。若い子はでも若い子が20代前半、まあなんかもう20後半いっちゃうと、うん、あ、なんかなんかみたいなあるよね。ちょっと特に最近のね、そう、もう10代ツアーはもうだってそうすごいし、二十歳ぐらいがもう普通じゃん。なんか社会に出たら若いはずなんだけど、なんか女子ゴルフ界にいるとなんか結構もうちょっとなんか感じ、そこそこのね。そう、いやいや、そうやって言わないでもらって。いやいや、若いからね。フレッシュさがでもだんだんなくなってきてんだろうなって思うわ。いいこと。なんかいいよね。いいようで。なんだろう、あの感じ。もうすごい感じ。いいなーって。こんな時期もあったんだろうなって見てて思った、うん、去年。まっすぐにね。そう。165ヤードでちょっと上げてたはず。上げてたね、さっきはね。あれ違うよね、風ちょっと最近さ、ここ数ホールそれで惑わされてるからさ、うか風吹いてない。だからもうこんなもんの風多分あんま関係ないと思うわ。うんうん。次大丈夫？酒飲みすぎたんじゃねっていう。50なんですが、5番目、左足上がりなんで、ポットが開くことを4で。ナイスです。よかった。よかった、よかった。跳ねちゃった。うん、なんかちょっと弾かれちゃった感じだったよね。硬め。なんか硬かったね。そう。バース弾いた。そうだな。虫嫌いだからあんま近づくのが欲しくないんだ。うん、結構切れたね。
者さんが。わー、きれいかった。こう覚えてるんですかこのコース、なんかその木邪魔だった気がする。左のフェアウェイのポヨン生えてる。あれ、わかる。今ちょっとかぶっちゃってるからだけどさ、多分ティーグラウンド行けばわかる。トーナメントの時ってどの辺が気になったんですか。あの木の後ろ行かないかなってドローボールでこう捕まっちゃった時にっていう感じ。確か後ろだったから。ああ、またちょっと見るあれが変わるもんで、距離がね、多分今よりなかったんですよね、当時。前の方が飛距離が出なかったから。ああ、そう。あ、自分がね。そう。ちょっと左行ってるかな。飛行機飛んできたよ。ん？あ、ぶつけちゃってください。本当だ。ね、当たる先生どれぐらい必要なのかね、高さとね。ナイス、ナイスショー。いいじゃないか。いいじゃないか。いいじゃないか。左側だね。左だ、うん、あの手が隠れてる。テボドンだわ。本当テボドン。仲良くできねえわテボドン。ちょっと友達になってくれればいいね。あと2時間ぐらい。どうですか。なんか良さそうですけど、先がちょっと見えない。見づらいけど。ああ、フェアウェイです。フェアウェイです。よし。いいんじゃない。いいよ。いいじゃあ今度は不発かな。え、まあ、待ってたんだよ。あ、はい、あの、はい、大事大事大事。何いや、テポるのかなって。ナイスショット。いいっすね。あいます。恐縮です。あっち。何今日マジで。やばいよね。やばくない。これ夏過ごせるのかなと思うよね。だってここからプラス10度だよ、真夏って。平気で続くからね。しかもそれやばいよね。ナイス。ゴー。素晴らしい。ユイピーの言葉だけ拾うとさ。ウェイ。ナイス。アザッスみたいな。男かみたいな。なんかだんだん素が出てきた。うん。ナイスです。見えないんだよね。同じようなとこだと思うっすよ。みたいな。あれいいよ。全然いいんだ。私は素直にね。ちゃんと素直にもらったけどさ。なに、いやいやさっきってあれね、渡すもの間違ってる。さっきね、今タオル取りに行ったの。うん、またボールもらっちゃったの。違うんだよ。次はね、これ渡された。持っとけ、持っとけって。やっぱ先輩だから。先輩だからね。そういう戦い方があるんですね。怖いよね、先輩って。こうやって、こうやって祝さしていくの。暑さにやられすぎでしょ。あー、惜しいな。ナイス、ありがとうございます。これが遠いね。スコアは？バーディーです。バーディー。バーディー。はい。めっちゃナチュラルにさ。タオル。
パトナーカバーを入ってねさっきはもう熱中症かもしれないですよ、ね、いや本当ちょっと暑さにやられちゃったから、うん、症状が後輩にそんなことしたことないよねえ、ねえね、森ちゃんの後輩とか今度見てみたいけどな、どんな感じなんだろうな。え？何？確かに後輩とかそっちの子。うんうん、こんな感じ？こんな感じ。来週、来週、来週です。あらす。もうあれですね。振り切っちゃってますね。体育会系だ、体育会系。体育会系上がりだから。上げてるんで。はい。五番ウッドで。五。さすがに。わあそこのなんか柔らかいっていいね。確かに手前なんかさっき奥だった。5番できます。バンカーとバンカーの間だと思う。しんどいね。もあるし結構逆に左下がりだからボール上がるで、こんなことか関係ないで。これさ、こっちだったら嫌よ。なんか30センチぐらいこっち寄ったら結構危険だけど、もうだってこれ顔かかんないよ全然。あーちょうど行ってみるとね。そう意外と全然いける、全然いける。行ってみよう。でもなんならなんかボール上がりそうでラッキーみたいな。確かになんかレッスンしてるみたいですね。うん、ナイス。森先生のおかげだし。ぜひお願いしてもよ。今回のレッスンポイントは実際現場まで行けってことですかね。その遠くから見て判断しないでアドレスしろと。そう ありがとうございます。意外といけるんですね。やばい。なんかちょっとさ逆転なのですね。マジか。入ったと思ったんですけどね。あ、いいよ。さっきダメなのか。OK 出してもいい。失礼です。よしです。よし。何パーボギーです。テポドン、テポドンがですって。テポドンなのにちょっとリードしてます、ね。テポテポしてるから、テポテポって、本当。感じがないだけいいと思うかな。じゃあ。そうだね。さすが一番やばいもんね。ポジティブに考えよう。